どうもグリーンロケットです。2008年から植木やお庭に植える植物のインターネット販売をしています。そろそろアジサイが綺麗な季節になります。まず初めにお伝えしたいのが、アジサイとてもいいのでぜひお庭に植えていただきたいということです。特に男子は花ってそんなに興味ないですよね。もちろん花を見て綺麗だと思う素直な心は持っているけども、お庭をお花畑にしたくはないという、そんな方にもアジサイはとてもおすすめなんです。なぜかやっぱり花は素晴らしい。特にアジサイは老若男女、北半球にいる人であればすべからく好きになる花だからです。というのもですね、そもそもアジサイは日本に自生していたものを西洋人がヨーロッパに紹介したことによって、その後海外で様々な品種改良が進みました。そしてそれがですね、日本に帰ってきたという経緯があります。それだけ世界的にファンの多い植物なんですね。そこで今回は、今ホームセンターさんとか園芸店さんとか、あとはネットショップでも本当に多くのアジサイが売ってると思いますけども、その中からですね、グリーンロケット的にお庭に植えるかっこいいアジサイという視点で今回おすすめをご紹介していきたいと思います。なのでアジサイを植えてみたいけどどれがいいか悩んでらっしゃる方はもちろんなんですが、アジサイに全く興味のない方でもこんなね、かっこいいアジサイがあるのかっていうのを知っていただけたらと思います。グリーンロケットではこれまでも長い間アジサイを販売してきました。そして今ではですね、全国に本当に多くの生産者さんたちとお付き合いをさせていただいております。その中でグリーンロケットがですね、実際に植えてみていいなと思ったものをですね、今回はご紹介していきたいと思います。中にはちょっとサイト内で販売できていないものもあるんですけども、本当にいいものをご紹介するということでご了承ください。はい、それでは早速参りましょう。はい、そしてですね、まずはじめにアジサイのですね、特徴と大まかな種類について、ご説明しておきたいと思います。特に種類については大まかな、分別を、知っておくことでですね、本当に数の多いアジサイを今後ですね、理解しやすくなるということになると思います。まずアジサイの特徴なんですけども、アジサイは落葉の低木です。なので冬に葉っぱを落として、冬時期はですね、茎だけの状態になります。そしてアジサイはですね、あの花びらのように見えるところは実は萼なんですね。アジサイの花びらは真ん中のですね、もっと小さなところが花びら でその周りにあるですね、ものは装飾花と呼ばれる萼になります。そして次にですね、アジサイの大まかな種類についてなんですが、アジサイは大きく分けると3つの種類に分けることができます。それはまずですね、花が手まりのようになる西洋アジサイ、いわゆるよく見るアジサイですね。こちらは葉っぱが大きくて、株自体も縦横1メーターから2メーターぐらいまでボリュームが出ます。海外で品種改良されて戻ってきた経緯がありますので、こちらを西洋アジサイと言ったり、もしくは普通のアジサイと呼んだりします。そして次に、花の周りにですね、萼がポン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 と並ぶ、萼アジサイというものがあります。こちらが冒頭でご紹介した、日本で自生していて海外に渡ったものですね。こちらも西洋アジサイと同じく、株は1メーターから2メーターぐらいボリュームが出る、タイプになります。そして葉っぱも大きいです。ここで1点、注意点なんですけども、先ほどの、手まり型をした西洋アジサイを萼アジサイと呼んでいるケースもあります。ですがここではややこしくなるので、手まり型のものを西洋アジサイ、そして萼が花の周りにつくものを萼アジサイということで分けてお伝えしたいと思います。そして山アジサイ、こちらは萼アジサイのように萼が周りに並ぶんですけども、萼アジサイよりも小さくて可愛らしいです。また葉っぱも細くて小さめになります。ということで西洋アジサイや萼アジサイと違って小さく育つのが山アジサイということになります。はい、この手まり型の西洋アジサイと萼が周りに並ぶ萼アジサイ、そして小さめに育つ山アジサイ、この3タイプを覚えておくとお庭に植える時の参考になると思います。特にボリューム感でいうと西洋アジサイや萼アジサイはボリュームが出やすいので、
お庭のなるべく広いところに植えてあげた方が存在感が出しやすいと思います。狭いところに植えると定期的な剪定などで樹形をコンパクトに維持する必要があります。逆に山アジサイはあまり広がりがないので広いところにポツンって植えてしまうと少し寂しくなるかもしれません。なので香木と合わせて植えたりとか他の植物と合わせて植えてあげるととてもいいと思います。それでは具体的にご紹介していきましょう。はい、それではですね、まずご紹介したいのがこちらのですねアナベルというアジサイになります。早速登場して花のない、絵で申し訳ないんですけども、はい、写真でちょっとお出ししたいと思います。こちらです。はい、でアナベルはですねこのように白い大きなですね手まり型になるアジサイなんですね。でこのアナベルはアメリカ原産でアメリカアジサイというふうに呼ばれたりもします。ではなぜですね普通の青い花のアジサイじゃなくてこの白いアジサイがおすすめかというとですね、アジサイって、とても綺麗なんですけどちょっと和風っぽくなるなって思うことないですか？お庭に植えてみたいけど和風っぽくなるのはちょっと嫌だなって思ってらっしゃる方結構いらっしゃると思うんですよね。やっぱりその青いアジサイというのは綺麗なんですけどもイメージがちょっと伝統的な、色なので和風の雰囲気に偏ってしまうような場合もあります。もちろんね海外で人気のアジサイなのでアジサイイコール和風というのはイメージの話でしかないんですけども、昔のお庭でよく見てきた分ですねそういったことを感じてしまうということもあると思うんですよね。でこのアナベルはですね本当に白い純白の花なので洋風感もありますしどんなお庭でも、重宝します。この緑の葉っぱとですね白い花の対比が特に美しいんですよね。さらにですね実はこの花が白に変化していく過程でもですね緑色の花を楽しめるということで、とてもこれがですねアンティークな色というか、シックな、何とも言えないおしゃれさを感じさせてくれます。そしてあとはですね剪定なんかも実は他のアジサイと比べて、楽なんですね。冬に株の低いところでですね切り詰めればいいのでとても簡単だったりします。そして大きくなりすぎるということもですね、ないんですね。ということでアナベルとてもこの白い花のアジサイというのが合わせやすくて綺麗でですね、とてもいいと思います。男性の方でもそんなに抵抗ないんじゃないですかね、この感じの花で言えば。はい、で冬にですね花柄をリースに使うこともできるようですので、はい、楽しみはいろいろとあるのかなと思います。はい、こちらつぼみですね、これから咲いていきますけども。ということで、おしゃれで和風の雰囲気にならないというこのアナベルをご紹介しました。はい、次はですねこちらの山アジサイ、赤い花になるですね山アジサイ紅というものをご紹介したいと思います。山アジサイはですねどれもですねおすすめなんですけども、このですね花色の変化が楽しめる赤い花の紅というものをご紹介したいと思います。でこちらがですね、赤い花と言ってるけど今白じゃないかと思うと思うんですけど実はですね咲き始めが紅は白なんですね。でこの、白い花はですね7月の、頃からですね、強い日差しを浴びながら赤く変化していくんですね。なのでその過程の、ピンク色の状態がですねとてもなんというかいちごミルクのような色だったりするのでその辺がもしかしたら、女子のいるご家庭とかではですね喜ばれるかもしれないですよね。で、やっぱりですねこの山アジサイは、冒頭で大きくなりにくい花が小さいという説明したんですけどももう見てください、このもうなんていうんですかねアジサイの赤ちゃんみたいな感じでとても可愛いですよね、これ。はい、でこのようにですね花の色も白で赤い花になるということで、和風の雰囲気もそんなにないのかなと思います。はい、こちらがですね、山アジサイ紅の苗木になりますね。はい、やっぱこの小ぶりな感じの花可愛いですよね、いいと思います。やっぱアジサイは青い花がいいなという方であればいろいろ種類はあるんですけどもこの山アジサイの、海峡という種類のものは青花ですね。はい、今こちらも花が咲き始めてというか苗木なのでちょっと小さいんですけども、赤ちゃんのようで可愛らしいですね。はい、で冒頭で説明したこの周りのポツポツですねポツポツが花なんですね。周りの、今青く開いているのが萼であるということですね。この白こちらの白いのが萼ということですね。でこの山アジサイは品種改良されたものもあるんですけども
実は日本各地で自生している野生種の中で特にですね花が美しいものとかが見つけ出されて品種の名前がついたようなものとかもあるんですね。でこの紅とかはですね長野県の伊那地方で発見された品種だそうなんですね。こういった山奥を歩いていてですね今まで見たこともないような綺麗なアジサイに出会うと山アジサイに出会うとそんなロマンを感じさせてくれるような魅力がですね山アジサイにあるのかなというふうに思ってしまいますよね。こちらですね山アジサイの紅とあと青い花の海峡というものをご紹介しました。はい、それではですね次にかっこいいアジサイということでこの黒系のアジサイというのをご紹介したいと思います。黒系とは何ぞやということなんですけどもまずこちらですねこちらは、軸がですねこのように黒くなるタイプのアジサイでこちらは黒軸アジサイというものになります。こういった感じで、その年に伸びた、軸がですねこのように黒いんですね。どうでしょうか、とてもかっこいいですよね。でこちらはですね、花はこのような感じです。スタンダードな、青の花なんですけどももしかしたら少し淡いかもしれません。これがですね、このように軸が黒くて先の花がですね浮いているように見えるんですね。なので非常に、花が強調されてそしてその下が黒い軸ということでとてもシックな印象を与えてくれます。なのでこちらはですね青系のアジサイがいいんだけどもちょっと普通のアジサイではつまらないというような方にはですねあとはモダンな雰囲気とかちょっとシックな雰囲気が欲しい場合はこの黒軸アジサイがとてもいいんじゃないのかなと思います。はい、こういうですね、感じの茎になってくれます。はい、こちらが、まず黒系のですねアジサイということで黒軸アジサイでお次にですねこちらは、こちら黒軸ではないんですけども山アジサイ系で黒姫というものをご紹介したいと思います。黒姫はどういう特徴があるかというと花がですね青系なんですけども少し黒みがかったような花を咲かせるということで、黒姫という名前がついているんですね。まあ、開花しているのはですねこちらちょっと花終わりなので少し色味がですねうまく出てないかもしれないんですけどこういった感じで普通のアジサイよりも黒く、花が、染まるというか、シックな感じの花になります。なのでこちらですね先ほど紹介した山アジサイの、海峡よりもですね少し黒みがかったようなダークな色の、花が咲くという品種ですね。この辺なんかは咲き始めなんですけど少しですね明るい色との対比がとても綺麗だと思います。いかがでしょうか。この黒姫はもともと昔はですね青が黒と呼ばれていたこともあってそういったとこからもこの名前がついたとも言われております。ということでこの黒というところで集めてみたこの2ついかがでしょうか。はい、黒系のアジサイ、この黒系のアジサイというのは、今こちらで勝手にまとめただけなのでこういったものもあるよということですね。はい、右側が山アジサイ系の、少し黒みがかった花の咲く黒姫と、左がですねこちらの黒軸のアジサイ、黒軸アジサイをご紹介しました。はい、で最後にですねおすすめしたいのがとっておきなんですけどもこちらのですねアジサイのペニーマックというものです。でこれまでのですねアジサイとはですねまた一味も二味も違うのがですねこのペニーマックなんですね。で見た目の通りですね手まり型の西洋アジサイ系のアジサイですね。で、このペニーマック実は四季咲きです。四季咲きというのは、つまり二季咲きなんですけども初夏と秋に開花する希少な品種なんですね。で他にもですねこの四季咲きのアジサイというのはあるんですけどもその中でも特に四季咲き性が強いというのがこのペニーマックです。花はですねこのように、青いスタンダードな感じの花が咲きます。でこのペニーマックの見どころはですね実は花が終わるとですね花柄が赤く染まっていくんですね。画像で出すとこんな感じなんですけどもでこれがですね夏が終わった後も10月ぐらいまで楽しめるっていうのと時期によってはですねこの満開と、
青い花ですね、あと咲き終わりで、あとは花柄の赤といった3色の花を、いっぺんに楽しむことができます。特にこの花柄ですね、アンティークアジサイといいますか、もうアンティークカラーとかって呼ばれるんですけども、この咲き終わりの色がですね、どん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 アンティークカラーに変化していって、その様子がとても、綺麗なんですね。とても美しいんですね。なので例えばアジサイをドライにしてそのアンティークカラーを楽しむ方もいらっしゃるんですけども、そういった楽しみもですね、一緒にこの一つの株ですることができるという本当に特別なアジサイです。もし少しですね、変わったアジサイがいいなとか、かっこいいアジサイがいいなという方はですね、このペニーマック非常におすすめです。スタンダードな青い花も楽しめますし、アジサイのですね、ドライにした美しさなど本当に余すことなく魅力を楽しめるんじゃないのかなというふうに思います。はい、ということで最後はですね、少し珍しい四季咲きのアジサイということでペニーマックをご紹介しました。はい、ここでちょっとですね、番外編としてご紹介したいアジサイがあります。それがこちらの柏葉アジサイというものです。で、この柏葉アジサイはこのようにですね、今ちょうど開花して、満開になる手前なんですけども、こういったですね、コーン状の花を咲かせるアジサイです。そして葉っぱがですね、この切れ込みが入った形になっています。柏の葉っぱのようになっていることから柏葉アジサイと呼ばれています。で、この柏葉アジサイなんですけども、花の形はまあそれぞれお好みあるかと思うんですね。で、なぜご紹介したいかというと、秋の紅葉が結構綺麗です。で、こういう感じで葉っぱがですね、秋に向かって赤くなっていくのが、例えば雑木の庭とかでいうと趣が出ていいのかなと思ってます。他のアジサイは結構ですね、紅葉しないで、茶色っぽくなっていって葉っぱが落ちる感じなんですけども、柏葉アジサイは、紅葉が楽しめるアジサイという点ではですね、とてもおすすめです。はい、ということで柏葉アジサイをご紹介しました。さあ、いかがだったでしょうか。今回は独断と偏見でおすすめのかっこいいアジサイというものをご紹介させていただきました。これまでアジサイに興味がなかった方も少しはね、いいなと思っていただけたのではないでしょうか。実はアジサイって3000種類以上あると言われてるんですね。はじめは日本から飛び出して始まったアジサイが、今世界中でこういった形で愛されているというのはとても日本人として嬉しいですよね。ぜひそんなアジサイお庭に一つあってもいいんじゃないかと思います。とはいえですね、3000種類の中からお気に入りの一つっていうのを見つけるのは大変だと思いますので、ぜひ今回の動画参考にしていただけたら嬉しいです。このチャンネルではこれからも植木の楽しさや、面白さ、そしてこれからお庭作りを始める方にとって役立つ情報をお伝えしていきます。なのでね、これからもお付き合いいただけるという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしていつも高評価ありがとうございます。とても励みになっております。今回も面白いと思ってくださった方はですね、高評価の方もよろしくお願いします。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。